ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本神話の女神様たちを紹介していくぜ。女神って言うと綺麗な人のイメージだわ。確かに女神は美しい方々ばかりだ。しかし、日本の女神は武装したり、裏切った夫を呪おうとしたり、めちゃくちゃストロングスタイルなエピソードをたくさん持ってるぜ。やばいわね。ああ、この動画では、各神の概要や伝説、強さなんかを詳しく語っていくから、ぜひ一緒に最後まで見ていってくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、日本の基礎を作り上げた偉大な女神、イザナミだぜ。正式にはイザナミといい、日本神話の多くの神々の母親だ。マザーオブマザーって感じね。夫のイザナギと共に夫婦の神として知られていて、二人で日本の大地を作り上げた神様でもある。どうやって作ったの？日本の神々は高間ヶ原という雲の上の国に住んでいるんだが、そこから矛を使ってちょんちょんってつついたら大地ができたそうだ。そんな簡単に、神様たちもそんな感じで？子供を産むためにやるべきことは一つだろ。神様も人間も変わらないのね。ただ、神様たちも最初から完璧に子供を作れたわけじゃなかったみたいだ。二人の間に最初に生まれた子供はヒルコという異様の神だったらしい。悲しい。まあ古事記だと我が子よくあらずとだけ言って、船に乗せて流しちゃうんだけどな。ひどい。その原因はイザナミの方から子供作りに夫を誘ったことだったそうだ。昔の道徳観だと、女性の方から誘うのは不定だった。ってわけだな。今とは全然違うわね。まあイザナミもそれは分かっていただろうけど、もしかしたら夫がそれだけ魅力的だったのかもな。積極的な女性ってことね。ただこの気持ちはイザナミの空回りってわけじゃなく、夫の方も妻を深く愛していたそうだ。まさに神話界のおしどり夫婦だな。某ギリシャの指針に聞かせたいわ。無事、神様的に正しい子供作りの仕方を知った夫婦は、どんどん新しい神々を作り出した。同時に日本の大地も広がっていったぜ。まさに日本の創造神夫婦なのね。ああ、だが、二人の愛は永遠ではなかった。え、何があったの？イザナミが炎の神である火の神づちを産んだ時に、ひどい火傷を負って、黄泉の国へと旅立ってしまったんだ。辛すぎる。夫も嘆き悲しみ、その原因となった子供の首を切るほどだった。その愛は暴走し、夫はついに黄泉の国にイザナギを迎えに来る。激圧展開。しかし、それが間違いだったんだ。え、なんで？黄泉の国に迎えに来た夫を見て驚いたイザナミは言う。来てしまったの？私はもう黄泉の住人。あなたとは一緒にいられない。それがなんだって言うんだ。俺はどうしても君に会いたい。どうか一緒に帰ろう。と一枚隔てられた暗闇の向こうで懇願する夫の声に、ついにイザナミは折れる。しかし、簡単に帰ることはできない。黄泉の国から地上へ戻るためには、黄泉を管轄する神々の許可が必要だったんだ。あなたがどうしてもというのならわかりました。しかし、私が許可を得るまで、絶対にこの戸を開いてはいけませんよ。日本でよく聞く感じの前振りだ。最初はおとなしく待っていた夫だが、ついに痺れを切らしてしまい、戸を開いてしまう。やっぱりね。そこには確かにイザナミがいたが、生前とは似ても似つかない姿だった。なんと半身にはウジ虫が湧き、体には8体の鬼神が住み着いた醜い姿だったんだ。キャー、その姿を見た夫は恐怖のあまり叫ぶ。化け物め、もはやお前は俺の妻じゃない。逃げる夫に怒り狂い、イザナミは黄泉の国から夫を追いかける。途中何度も夫を追い詰めるも、神の力によって退けられてしまった。ついに夫は黄泉の国と人の国の境目、与物平坂に大きな岩を置き、二つの国を完全に隔てたんだ。岩に追いすがりながら、イザナミは叫ぶ。ああ、あなたがこのようなひどいことをなさるのなら、私は一日に千人の人間を呪い、黄泉の国へ招きましょう。覚悟しなさい。ではこちらの国では1500人の子を産むことにしよう。こうしてイザナミは闇落ちして黄泉の国を支配する大臣となり、夫であるイザナギはその子供たちと共に日本の国を盛り立てる子供を作ったそうだ。夫はどうやって子供を作ったのかしら？体を洗ったりすると子供が自然発生したそうだぜ。すご。まあそのあたりはさすが神様ってことだな。二柱目に紹介するのは、この花咲くや姫だぜ。美しいと評価される日本神話の女神はたくさんいるが、その中でも最も美しいと言われることもある、絶世の美女だ。もう名前からして綺麗だもんね。ああ、そのあまりの美しさに、桜の語源になったという説もあるくらいだ。ピンク髪の美女を想像したわ。ゲームや漫画とかではピンクや白など、桜をイメージさせる色だな。さて、この花咲くや姫はイザナギたちとは違い、地上世界の神様だ。古事記の表記では天皇は神様の子孫なんだが、この花咲くや姫はその中間地点の神様だ。ほうほう。古事記でこの花咲くや姫が登場したのは、イザナギたちの時代からしばらく後だ。具体的な年数は不明だが、地上世界には生命が多く存在しており、相当な時間が経っていることがわかるぜ。イザナミの時は何もいなかったもんね。ああ、多くの生命が満ちているあたり、イザナミの呪いを夫の誓いが上回ったんだな。この花咲くや姫はどんな神様なのかしら？
古事記の表記によると、イザナギのひ孫であるニニギノミコトという神様に求婚されるんだ。ニニギノミコト、簡単に説明すると農業の神様だ。新城祭という神事は、この神様に由来するぜ。へぇ、日本に農業という概念を伝えためちゃくちゃ偉い神様に求婚された姫の父親は、当然喜んでその求婚を受けたぜ。まあでしょうね。いざ、結婚当日、花嫁衣装のこの花咲くや姫がニニギノミコトの前にやってきた。その美しさはまさに花も恥じらうほどで、ニニギノミコトは息を呑んだそうだ。しかし、その傍らには同じく花嫁衣装をつけた、岩永姫という神様がいたぜ。え、なんで？セット？いわく、この花咲くや姫と一緒に、岩永姫も嫁入りするという。問題なのは、岩永姫がとんでもなく醜かったことだ。その醜さに驚愕したニニギノミコトは、岩永姫の話も聞かずに送り返してしまう。気持ちはわかるけどひどすぎ。しかし、この花咲くや姫は岩永姫と一緒にいなくてはいけなかった。どういうこと？この花咲くや姫は美しいものの、さながら桜のように寿命が短く、一方の岩永姫は非常に生命力の高い神様だったんだ。ニニギノミコトが両者を同時にめとれば、この花咲くや姫の生命力の低さを克服し、彼の子供、そのまたずっと子供に至るまで、神と同様の不老不死を獲得できるはずだったんだ。ほえー、しかし、ニニギノミコトは岩永姫を追い返してしまったため、この花咲くや姫の生命力の低さがニニギノミコトの子孫にまで伝わってしまい、今の人間と同じくらいの寿命しか持てなくなってしまったそうだぜ。なるほどね。古事記では、この出来事を神の子孫である天皇が、人間と同じように寿命を持っていることの説明として当てているぜ。ルッキズムって昔からあったのね。まあそんなこんなあって結婚した二人だが、完全なおしどり夫婦とはいかなかったようだ。何があったの？ある日、この花咲くや姫が妊娠したという。おめでたね。しかし、ニニギノミコトは困惑した。彼女と夜を共にしたのは一日だけだったからだ。浮気を疑われたこの花咲くや姫は、唐突にとんでもないことを言い出すぜ。お腹の子があなたと私の子供であることの証明に、燃え盛る産屋でお産をしてみせましょう。え？なんで？姫の言葉は果たして実行され、産屋には火が放たれ、その中でこの花咲くや姫はお産をする。赤ちゃん逃げて。体の弱い姫のお産はただでさえ危険を伴う、そこに凄まじい熱だ。お産は大変なものとなったが、彼女は無事にお産をした。その時生まれた3人の子供たちが、後に天皇の系譜となるそうだぜ。とんでもない話ね。だな、だがこうしてみると、この花咲くや姫は儚い雰囲気の美人というよりも、意志が強く、それでいて実行力のあるストロングな女性だったのかもな。そう考えると素敵な女性なのね。三柱目に紹介するのは、女帝として国を治めた神宮皇后だ。自ら剣を取って戦った伝説もあり、まさに日本神話の強い女性の代名詞と言っていいな。女帝って言うと、卑弥呼とは別の人？卑弥呼よりも前の時代に生きた人物だ。14代天皇の妻だから、人間が地上にいる時代だな。じゃあ完全に人間の時代って感じなの？いや、まだまだ神様が地上にちょっかいをかけてくる、半分神話の時代の話だぜ。神宮皇后はそんな時代に生き、神様から神託を受けたりすることも多かった。後には女神として神社に祀られているから、彼女もまた女神の一柱と言ってもいいだろうな。なるほどねー。神宮皇后の人生は、常に神に振り回されたものと言っても過言ではないぜ。彼女の最も有名な逸話も、神託によって始まった。どんなもの？時代は古代、まだ日本が統一されておらず、天皇のほか、豪族が日本の土地を支配していた。大抵の豪族は天皇の元に下ったものの、熊祖という一族だけは天皇に逆らい続けていたんだ。神宮皇后とその夫の忠愛天皇は、日本統一の総仕上げとして、彼らを討伐することを悲願としていたんだが、その途中で神宮皇后に神託が下る。神託って言うと？簡単に言えば、熊祖を征伐するのをやめ、今から海の向こうの白木を攻めよというものだ。ちなみに白木というのは今でいう韓国のあたりにあった国のことだ。神宮皇后はそれを夫に報告したが、忠愛天皇は当然拒否し、熊祖討伐を進めた。しかし神託を無視した罰が下ったのか、忠愛天皇は熊祖に敗北して亡くなってしまうぜ。あらら。幸い、忠愛天皇の後継ぎは神宮皇后のお腹の中に存在していたが、お腹の子が立派になるまで、政権を率いる強力なリーダーが必要になる。そこで活躍したのが神宮皇后だったんだ。彼女は身重でありながら自ら政権の手綱を握り、まずは熊祖討伐を続行したぜ。めちゃくちゃストロング。しかも彼女は身重の体で自ら大将として戦い、強敵の熊祖を見事に打ち破った。赤ちゃん大丈夫なのかしら？その心配はまだ早いぜ。神宮皇后はなんと返す刀で戦の準備をし、神託の通り白木を攻め始めたんだ。え、海を渡ったの？ああ、神宮皇后は軍を率いて白木の国を攻めた。その勢いは船が山を上がる勢いだったらしい。怖い。この勢いに白木はたちまち降伏し、神宮皇后は身重の体で熊祖と白木征伐に成功した。強すぎー。
身重の体でここまでの勝利を重ねるのは、本当に神がついていたとしか思えないよな。その後は無事に出産したものの、骨肉の争いに巻き込まれたり、白木が貢ぎ物を送らなくなってきたのでもう一回倒しに行ったり、崩御するまで戦いに戦いを重ねる人生を歩んだぜ。もちろん彼女の後を継いだのはその子供だった。まさに戦いに行った女性なのね。ああ、その後は神として祀られ、安産、子育ての女神として信じられているぜ。これ以上ないくらい御利益ありそう。間違いないな、いろんな場所に祀られているから、子供に悩んでいる人がいたら、ぜひ連れて行ってあげてほしいぜ。4柱目に紹介するのは、串灘姫だ。時代はイザナギが黄泉の汚れを払い落とした時に生まれた3柱の子供たち。つまりアマテラス、ツクヨミ、スサノオがいろいろやっていた時代のことだぜ。ほうほう、とんでもない狼藉を働いたスサノオは高間の原を追放されてしまい、地上世界をさまよっていた。その際、悲しみに沈む老夫婦に出会う。何があったのかしら。彼らが言うには、ヤマタノオロチという頭が8つある蛇に毎年娘を生贄を捧げなければならないらしい。そして、今年生贄に捧げられようとしていたのが、他ならない串灘姫だった。かわいそう。話を聞いたスサノオは串灘姫を一目見て、その愛らしさに虜になり、彼女との結婚を条件にヤマタノオロチを退治することを引き受けたぜ。乙女芸感ある。串灘姫の容姿については美しいと書かれているが、同時に童女とも原文で書かれており、この時点では少女なのがわかるぜ。ロリコンかよお前。まあ当時としては少女をめとるのは別に珍しいことじゃなかったからな。串灘姫の親はスサノオがイザナギの息子だと知ると、喜んでスサノオの提案を飲み込んだぜ。王子様に逆玉みたいなイメージなのかしら。おおむねそんな感じだろうな。あえてもっと例えるなら、そやなせいで追放されちゃった王子に愛されすぎてやばい、生贄女と追放王子、みたいな感じだな。タイトル長い系の少女漫画だこれ。スサノオは串灘姫を串に変えて自分の髪に串を刺すと、いよいよヤマタノオロチを討伐しに行ったぜ。なんで串にしたの？いろんな解釈はあるが、ヤマタノオロチを倒すために姫の生命力を借りたという説が有力だぜ。なるほど。スサノオは酒を使って大蛇を眠らせ、その首を切り落として討伐を完了した。串灘姫はその後約束通りスサノオに嫁入りし、新居を建てて幸せに暮らしたそうだぜ。めでたしめでたしってことね。とはいえ串灘姫の扱いは伝説や物語によって大きく異なり、物語によってはその後が全く描写されず、想像力をかきたてるものになっているな。なるべく幸せに暮らしててほしいわ。だな、ちなみに伝説によっては二人の間に子供が生まれており、その子供の子孫が大国主だぜ。大国主って誰？稲葉の白ウサギの神話や国譲り神話で有名な神様だ。日本神話だと多くの活躍が描かれているぜ。英雄の子は英雄ってことね。子供を産んだ後の串灘姫の行方は分からず、後にスサノオが物語に登場した際にも、串灘姫の描写はされていなかったぜ。現代では田んぼの神様として祀られており、全国の神社でその姿を見られるな。なんで田んぼの神様なの？日本書紀では串灘姫と書かれるように、もともと田んぼに関する神様だったからだ。また、ヤマタノオロチは荒ぶる川の象徴とされていることから、大蛇に串灘姫が連れてかれそうになっているのは、田んぼが水害でやられていることの暗示だと取る研究もあるぜ。じゃあスサノオはさながら治水工事の人ね。その通り、ヤマタノオロチのエピソードは、水と人間の戦いを描いたものだ。というのが有力な見方だぜ。勉強になるわ。祀られる時の串灘姫は夫と子孫両方と一緒に祀られてるから、家族仲はいいみたいだな。スサノオもいいお父さんみたい。荒くれだったスサノオはその後後輩にアドバイスする役回りになったあたり、もしかしたら串灘姫に浄化されたのかもな。5柱目に紹介するのが、竹葉月だぜ。登場するのは日本書紀のみで、あまり有名な神様ではないな。確かにゲームとか漫画でも名前聞いたことないわ。まあ、日本書紀での記述もそう多くないしな、織物と旗織りの神様っていう記述くらいだ。ただ、その記述の得意性から、日本神話好きの間ではよく話題に出る女神だな。どんな風に得意なの？竹葉月は、織物と旗織りという全く戦闘向きでないのにもかかわらず、大いなる悪の神、天積かぼしという神様を討伐したという記述があるからだ。確かに面白いわね。日本神話ではたびたび悪人や化け物との戦いが語られるが、その主人公となるのは大抵が武神や軍人に携わる者たちだ。旗織と織物の神で、しかも女神である竹葉月が活躍するのはめちゃ珍しいぜ。敵の天積かぼしっていうのは、非常に強力な星の神で、高間ヶ原の統治に従わなかった悪人として描かれるぜ。具体的にどのような神様なのかは不明だが、名前の響きと点に存在しているという、日本書紀での描写から星の神様だった、という説が一般的だな。これもラスボスでしょ。実際かなりの実力者だったようだ。武神である普通主の神と竹三日月の両者をもってしても倒せていないぜ。やばいわね。
この強さに目をつけられたのか、なんと天積かぼしは、あのマーベルコミックに出演してるぜ。しかもめちゃくちゃ強い扱いだ。日本神話がマーベルに出てるなんて知らなかったわ。話を竹葉槌に戻すぜ。日本書紀によると、武神に体をもってしても倒すことのできなかった天積かぼしを、倒すため、白羽の矢が立ったのが、なぜか織物と旗織の髪の竹葉槌だった。なんで私、って感じよね。だが選ばれた竹葉槌は見事に天積かぼしを下し、国を平定したそうだ。どうして倒せたのかしら。それは諸説あるな。いくつか説を紹介しよう。一つ目は、竹葉槌が実は武神だった説だ。旗織と武神って全然結びつかないわよ。ところがだ、日立市の神社、大御神神社には、天積かぼしを倒した竹葉槌の伝説が残っている。読みがまさに竹葉槌と一緒で、織物ではなく具の文字が使われていることから、彼女は女神でありながら武神だったという説が取られているんだ。確かに説得力があるわ。まあとはいえ日本神話ではほぼ同じ読みで別の神様がいたり、名前が複数あったりするのが普通だから、文字の雰囲気だけで武神とするのは早計だがな。ややこしい。もう一つの説は、竹葉槌が空を飛べたから、というものだ。どういうこと？天積かぼしを星の神と考えると、遥か天空に浮かぶ神を討伐するには、空を飛ぶ必要がある。しかし、最初に挑んだニシンは剣の神だから空を飛べなかったんだ。織物の神の竹葉槌がなんで空飛べるの？その理由は、織物の神という性格が羽衣を使って空を飛ぶ天女伝説と結びつき、空が飛べる神様として竹葉槌討伐の先鋒に抜擢されたんだ。なるほど。まあ仮に空を飛べても武力がないと天積かぼしは倒せないだろうし、もしかしたら両者の説はどちらも正しいが真相なのかもしれないけどな。ぜひ真相を聞いてみたいわね。6柱目に紹介するのは、日本神話の太陽神で最高神、天照だ。出たわね。日本神話で最も有名な女神と言っても過言ではないかもしれないな。そのおかげか、アニメや漫画、ゲームなど、いろんな媒体に引っ張りだこだぜ。日本神話に触れるものではほぼ必ず登場してるわ。だな、その羊は、イザナミの夫が黄泉の国から帰ってきた時に遡る。彼が黄泉の国の汚れを清い水で洗い流すと、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの、三柱が生まれたんだ。この三柱はかなり実力があったので、それぞれ国の支配を命じられた。アマテラスが命じられたのは高間ヶ原の統治で、彼女は囲碁神々の国の女王として活躍するぜ。最高神の何偽りなしね。まあな、ただ、古事記のエピソードを見ると、高貴で強い自我を持った一般的な最高神とは違い、意外とナイーブなところがあったり、早とちりをしたりする神様としても描かれているぜ。どんなエピソードかしら？例えば、弟のスサノオが高間ヶ原に挨拶しにやってきた時、彼が高間ヶ原を侵略しに来たものだと早とちりをして、彼の前に武装して現れるぜ。男のように髪を結い、戦装束をまとい、弓を構えたフル装備だ。スサノオもびっくりね。他にも有名な天の岩戸の物語でも、アマテラスの意外な性格が見えるぜ。天の岩戸、簡単にエピソードを紹介しよう。アマテラスは挨拶に来たスサノオを高間ヶ原に受け入れて生活させていたものの、スサノオは傍若無人でいたずらばかりする、体の大きい子供のような神だった。スサノオのその振る舞いに心を痛めていたアマテラスだったが、ある日決定的なことが起きる。何があったの？スサノオのいたずらで、罪もない人が一人亡くなってしまったんだ。あらあ、この罪を問われてスサノオは高間ヶ原を追放された。ただ、アマテラスの気持ちは晴れなかった。あ、なんてこと、私のせいで尊い命が。もういや、こんなとこ痛くないわ。実際にアマテラスがどう思ったのかは不明だが、スサノオの一件をひどく悲しんだアマテラスは、天の岩戸という巨大な岩の中に隠れてしまったんだ。気持ちはわかるわ。これに仰天したのは高間ヶ原の神々だ。アマテラスがいないと太陽は見えなくなり、作物も育たず、世の中は荒廃してしまう。とんでもないことなってる。しかしまともに説得をしても、アマテラスが出てくる気配はない。そこで神々は一計を案じ、アマテラスを出す計画を立てたんだ。どんな計画なのかしら？岩戸の暗闇の中、一人静かに佇むアマテラス。しかし突然、彼女の耳にお祝いの音色や楽しそうな歌、笑い声が聞こえてくる。なんでみんな楽しそうにしてるのかしら？私がいなくなって困ってないの。あまりに楽しそうな声を不思議に思ったアマテラスは、ほんの少しだけ天の岩戸を開き、そこから顔を出して、踊っている神様に聞いた。ねえ、みんなはどうしてそんなに楽しそうなの？それはですね、あなた様よりも高貴で素晴らしい神様がおいでなすったからです。だからこうしてみんなで歌い、騒ぎ、歓迎して楽しんでいるのですよ。自分よりも高貴な神のことが気になり、アマテラスは少しだけ身を乗り出して外を見た。すると、踊る神々の中心には、確かに光り輝く高貴な神の姿があったんだ。しかし、五行によってその姿はよく見えない。アマテラスはより身を乗り出してその姿を見た。その瞬間、アマテラスの体は岩戸から引っ張り出された。すべて神々の契約だったんだ。どういうこと？高貴な神とやらは？アマテラスが見た高貴な神は鏡に映った自分自身の姿で、
後光が差していたのは太陽神の光が鏡に反射していたからだったんだ。ほえ賢い。その後もアマテラスは普通に神として君臨しているから、天の岩戸から引っ張り出された後、なんだかんだあって思い直したのかもな。こうしてみるとなんだ愛嬌のある神様ね。人間味があって親しみやすい女神様だよな。ただ、アマテラスは決して優しくてナイーブなだけの女神じゃないぜ。多くの神様がそうであるように、攻撃的で恐ろしい側面も備えている。え、そうなの。ああ、彼女には新玉と右玉という二つの側面があり、一般的に知られているアマテラスのイメージは右玉の方のイメージだ。だが、新玉のアマテラスは干ばつなどの太陽の負の側面を擬人化した存在だぜ。まさに現実の太陽って感じね。荒ごとを担当することも多く、例えば戦の神託をするのは新玉の仕事だ。実際、神宮皇后に戦の神託をしたのはアマテラスの新玉とされている。やだこの女神怖い。ちなみにアマテラスは新玉も右玉もどちらも別の神社で祀られてるから、気になったらぜひ行ってみてくれ。7柱目、最後に紹介するのは雨のうずめだ。先ほどの天の岩と神話で活躍した神様で、岩戸を開くきっかけになった踊りを踊った女神だ。踊りの神様ってことかしら。まあそうだな、そのことから、雨のうずめは日本最古の踊り子とも言われる。その踊る様は神々が大笑いするほどだったらしい。どんな踊りだったのかしら。古事記には、胸や下半身をあらわにした状態で、低く腰を落として血を踏んだ、とあるぜ。子供は見ちゃいけないやつ。一般に想像される神様のダンスとはだいぶイメージが違う、戦場的なものだな。まあ古代の踊りっていうのはそういうものだったのかもしれないぜ。なんかドキドキしてきたわ。とはいえ、雨のうずめは決してセクシーな踊りを踊るだけの女神じゃないぜ。ちょっと怖いエピソードもあるんだ。どんなエピソード？天の岩とのエピソードからしばらく時代は下り、地上世界にいろいろな国ができた時の話だ。大国主という神様が地上世界で作った国を、アマテラスが管轄に置くことになった。うんうん。そこでアマテラスは雨のうずめを含む5柱の神を地上世界に使わし、地上の様子を見てくるように命じた。それで、雨のうずめたちは、地上世界の生物を集め、神様たちに従うことを約束させたんだ。雨のうずめの担当は水生生物たちだった。魚とかクラゲとかね。雨のうずめは一種類の生物を除き、すべての水生生物に神へ従うことを約束させた。しかしある一種だけは口を聞くことなく、雨のうずめの言葉を無視し続けたぜ。どんな生物が無視し続けたの？ナマコだ。ナマコだけは口を閉ざしたままで、言葉を返さなかったんだ。それに痺れを切らした雨のうずめは、小さい刀を持つと、ナマコに向かって叫ぶ。何も言わぬのはこの口か。そうしてナマコの口を引き裂いてしまったんだ。以降、ナマコの口は裂けたままになってるらしい。怖っ。このエピソードの後、アメノウズメは地上世界で生活し、古代朝廷で祭祀を司る一族の始祖となった、という伝説が残されているぜ。あ、天皇以外にも神様の子孫っていたのね。ああ、朝廷の儀礼や祭祀に携わる一族は、古事記での表記を根拠に神の子孫とされてたぜ。おそらくそのことによって朝廷の権威を高める狙いがあったと思われるな。なるほどねー。ちなみに、現代ではいろいろなところにアメノウズメの姿を見ることができるぜ。どんなところ？納豆のパッケージとかだな。いわゆるオカメ面、オタフクさんと呼ばれる女性の面があるだろ。あれの元ネタがアメノウズメだと言われているんだ。へえ、じゃあ実は知名度高いのね。ああ、アメノウズメ本人としては芸能の神様として神社に祀られており、芸能に携わる人が訪れるパワースポットとして知られているぜ。踊り子のイメージにふさわしいご利益ね。ご視聴ありがとうございました。